お疲れ様、そらっです。今日はですね、バランス調整が来たので、早速ね、新環境遊んでいこうかなと思います。ということで、バランス調整の内容はまあ、ここからね、確認できるんで、まあ、気になる方はぜひね、やってほしいんですけども、なんか事前に発表された、こういうの調整されますみたいなのから、ちょっと変わったっぽくて、僕もそんな覚えてないんですけど、まあ、明確語がね、1.6 から 1.3 って言われてたんですよ。まあ、でもそれは強すぎるねっていうので、まあ、ちょっとだけね、はい。強くなったみたいな感じの微調整も行われてるといった段階で、今日はですね、こちらのアウプリコ活やっていきます。今回のこのカードだと、まあ、アウトローがね大きく変わったね。そう、ガールもボーイも強くなって、あとギャングのヤリゴブリンですね。はい、それ以外ゴブジャイの背中のヤリゴブ、単品のヤリゴブ、ゴブ小屋のヤリゴブ、全て射程が 5.0 から 5.5 になってるんで、なんかいやちょっと遠くから投げるやんみたいな。だから今までもちまちましてて鬱陶しかったのに、だいぶ鬱陶しくなりました。はい、というわけで、ちょっとトロアゲモードはね、メガドラフトにちょっと今シーズン変わっちゃったんで、まあ、7500から負けても勝っても何も入れないバトルやるよりかは、ちょっとグラチャレでねカード稼ぎつつ、負け策も進めつつね、もうすぐ負け策ね復活できます。はい、あと1レベルねキングの旅路が上がればちょっと再開できるんで、もう少々ねお待ちくださいと言ったところで、ちょっと新環境ねやっていこう。アウプリコ活のロケットがウォールブレイカーになってる方ね、なんか以前もね動画で紹介したことがあるんですけど、まあロケが弱いんでね、うん、ロケである必要がない。ロケ入れるぐらいならちょっとポイズンでもいいんじゃないかみたいな、はい、ところもあり、さあアウトロー、いや広っこの謎の空間ね、仲悪い3人組みたいな。さあこの3体が広くなったことによって、まあ、メリットとしてはライドラの感電受けないであったり、多分受けない、やってないから分かんないけど受けないと思う。あのなんだ、まあダクプリ突進事故とか、まあ、そういうのっすよね。あとウィザードの範囲事故、メガナイト飛んだ時にいやーボーイも行かれるやみたいなことがよくあった。そういった事故も減る。で今回マザニクはだるいが、やりゴムのさ射程が、ああでも伸びてるね。マザニクに対して広すぎる、遠すぎる、いいね。さあみたいなところがありながらのって感じかな。さあで今回のやつはマザニクロイジャイ、普通に負けそうなんですけど勝ちます。はい、まあ5ウッドでしょう。なんでまあアウトロー一応綺麗に5で飛んじゃいそうだな。たまたま全部でも全部に当てるのちょっとむずいみたいなところもありそうですけど、さあここは吹き矢で許容しながら行きたかったけど痛い。延命してもいいけどね、まあまあこれだけで相手からしたら鬱陶しいでしょ。まあマザニクが嫌なんでマザニク探したいな。キョロイか、あーいいね。さあ言った通りになってくれます。マザニクさえ冴えてくれたら、まあ、あとは適当にしばけばいいんで、8枚止めとこうかな。ロイジャイ単品で来た時用に。さあウッド使ってくれた。でここでトリトンが来る。はい、全て読んでいく。でここのヤリゴブリンにキョスケが釣れたらよかったんですけど、釣れはしない。さあさあさあ、いいよ、いい流れ。いや肺活量頑張って、毎回これ止めちゃおうぜ。うん、止めとけば楽だよ。さあ延命してあげて、まあマザニクがねやっぱね嫌ですよ。まあでも射程伸びてるやりゴブで頑張れそう。よしよし、いやだいぶいい流れ、いい流れではある。さあまあ攻めていい流れだけど怖いねこれ。さあケツから来る、これ吹き矢残んねえかな、たまたま。いやーいい許容すぎるだろ。さあウッド使ったんで、ういこれウッド使ったからいっちゃおうぜ。クエイクかでかー、これ5じゃないの。おっこれ事故るんじゃね。さあバレルウォールブレーカーの強みが出て
刺さっていくみたいなね。まあどっかがね刺さるんでね、ウッドカッツの枠が多いんでね。さあというわけで、まあキョロニーカテットのでかいしマスターバッジみたいな、これカードタスクもさあ美味しい。メラで150もありがてえな。まあグラチャレの報酬ちょっと半分になっちゃったんでね、やる人は減りそうなんですけども、マジでこの環境を楽しむモードがね、バランス調整後ってこう新環境これが強いよなみたいな、いろいろやるのが楽しいんですけど、それをやるモードがね、まあ7500までの今までのモードとグラチャレしかないんで、まあちょっとチャレンジやっていこうかな。さあまあアウトロー広いな、広い。まあ一応ボーイもガールも攻撃速度と、なんだっけ、体力だっけ、なんか強化されてた気がするんで、単純に強くなってるし、使い勝手も良くなってる。広くなったことでのデメリットはね、正直そんなない気がしてんだよね。なんだろう、デメリット、広くなってデメリットがあるのかって感じなんですけど、それちょっと分かんねえな。なんかパッと思いつかないんですけど、コメント欄でぜひ、広くなったことでデメリットがあるのかな。ユニットも囲めるしね、マジで分かんねえ。いいことしかない気がしてるんですけど、どうなんだろう。さあで、ヤリゴブリンも射程がマジ地味に伸びてんだよな。地味すぎるか。さあ柳目打ってきた。なんだ相手のデッキは分からん。いや使ったんでね、刺さるよね。プリンこれ左向かんかな。いい声が通じてる。あ、これはさすがに延命できそう。アチャユーノのディガヤテンプレートではなさそう。あ、メガネドールブレイカーですね。はい、テンプレでした。ゴリゴリ、まあ延命してもいいんですけどね、別にしなくても良さげな顔をしている。はい、というわけで、まあ、ヤナメ、そしてメガナイト、厄介ではあるけど、メガナイトに対してアウトロー、強くなったな。マジで。事故らねえ、これ。広めの3個。ファイボでちょっと当てにくくなったか。これ、ちょっと歩いた時に、うわ、ファイボでなんか1匹逃げそうみたいな、ことがね、起きそう。マジで、いいことしかない。さあ、ガールが入る。このガール入るの強いな。さあまあこれワンチャン柳が来るんで気をつけない。やべこれすごくね、逆に正直正直今のさする方がむずいとかあったよ。さあマジで下手すぎてやばいけど、さあ相性とデッキパワーに救われております。ガイーン、まあアーチャー衝撃がね加工されたんですけど、どうだろう。あ、でもやりこぶこれマジ長えな。なんか変化が目に見えてわかるよね。まあアウトローの位置もだし、やりこぶなんかアーチャーやっぱまあまだまだ全然強そうっちゃ強そうですけど、ヤリゴブリンだいぶ強そう。厄介。だからマイティとかも歩かないといけないじゃないですか。そうか、マイティにも強いし、なんだ、まあ、フェニックスやっつけた時の落下で散ってたんですよ、ここ最近のヤリゴブはね。近づきすぎてね。けど、距離取れてるんで、フェニックスバカにも巻き込まれにくそう。ってなると、ほんと小さいダメージなんですけどね、ヤリゴブって。まあでもその小さいダメージ結構重要なんでね、クラロワって。この一発、まあ、今まで入ってたか。さあアゴランバーは珍しいぞ。神技か、まあバルーンか。まあこれちょっと行きたいな。こういうデッキは受けきついよ。さあうまい受けが来る。これギャング追加マジ最強になれる。言うのかなんか来た。うわー、神代表。さあこれはもうキング折って枯渇で時短。
いやー、強い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 。今まではね、まあ別に今までも弱くはなかったか、環境に合ってなかったね。高回転、アチャゴブ、ウッド、ゴルナイ、無限、もう枯渇無理やんって環境でしたから。いや、ちょっと今回の調整で枯渇舞い戻ってこれそうですけどね。ギャングやりこぶアウトロー、さあウォルブレイク一旦飛ばして、やりこぶ環境か、珍しいな。まあ、スケラ抜けとかにも強いしね。やりこぶリンゴ、なんかヤナメとかでやられるけど一応1ヤード取れるみたいな微妙なメリット。さあ今回の間ダークプレイ歴ペッカメガナイト、ヤナメ、さあヤナメはまだ残ってんな、今までの名残でだいぶ残ってるけど、これトルネードの可能性ある。いや、いや、よかった、ヤザでしたね。なんだ、おお、ケツ。ヤザダックプリ、ああ、JPP ですね。普通に。普通に JP だ。まあでも、こういうのにも、いや、アウトローどうなんだろうね。ヤナメでさ、ガール行かれるとさ、持ってえねえってやっぱなるから。ボーイが結構頑張ってくれねえかな。さあ、ちょっとプリンス延命したかったけど、あんま意味ねえ。アウトロしたかな。いやでもこれ相手コストねえぞ。なんでここで、いや、これバレル行くとダックプリだけで抑えられちゃうんで、あえていかない。タイミング見てね。こうコスト使わして、コスト使わしてのこうだね。はいはい、いやー、いいですね、多分。でもギャングで広いかんな、これ。そのえ、広いっていうかね、なんていうの、射程伸びたから広く散れるようになった。さあ来る、フェニーが来んな、まあ、フェニーは嫌だな、今まで通り。おー、そっち来られると嫌だね。一応危ない、いや、痛すぎるけど、右サイドも入ってる。これプリン残るかな。お前マジで食われんな、ボケ。おお、でかいでかいでかい。さからの捨てのオールブレイカーして、ヤナミ使った。これさ、こっちで勝てね。あ、これ終わったやろ、なんもねえぞお前。ういー、さあ溢れてる。いや、まあヤザね、リガヤザね、まあ普通に勝てたのはでかいっすね。あ、これ広いな、慣れないな、広すぎる。ギャングもまあ広いんだけど、やりこも遠いんだけど、超いいやん、めちゃくちゃいいやんって感じのシーンはまだない。まあ射程伸びるってだいぶだからな、でも 0.5 って普通にでかい修正なんで、ラバかなか、メガナイトオールブレイク、ラバっぽいな。ああ、こういうガールもちょっといいな、防衛だけ先行してるみたいな。これはなんかいい感じに許容してできそう。墓石使った、回ったかな、カトン。いやー、ウッドすればもっと良かったけど、ここにもう一枚咲かせられて、走れる、これは。いやー、今の走れたら天才だったけど。さあラバホリー、やなめっすね。いやー、まあこれを勝てるようになれば、アウトリ使い、
バーバホにね、まあヤナメを使われるんですけど、まあどこに使わすかっていうのが大事になってくるよね。まあ、一旦アウトローでアウトロー使えばキャリアのプリンでも出すみたいな。さあ出しては来ない。で墓石使ったよな、俺の記憶が正しければ。なんでこれでグッドゲームみたいなのがない。これでグッドゲームだよな。ゆい、カツン。ヤナミ使ったね。何でもできるよ。好き放題です。今、俺の手のひらで、転がすことが、できる時間。ほい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 、いっちゃって。ガンガン行くよ。無視させないよ。で、プリンスね。これ、ソウルコール使いたいよね。使ってもね、結局、ウッドで。あ。ちょっとやばい。さあヤナメ使ってくる。そしたらね出せばいいんで。でお兄ちゃんヤナメ使ったらね攻めるよね、プリンスも入るよねみたいなね。一応弾が危ない。おいヤポイか。でもなんかやってる感じ神配信っすね。対空が多すぎて、うん、そうそうそう。特別なんかアウトローとかギャングが強化されて変わった感はないんですけど、俺が鈍いだけなのかな。最近使ってなかったかな。じゃ一回確かめるとどうなってんだろう、その性能ね。アウトローは防衛が HP6% ですね。で衝撃がガールの衝撃が速くなってる。めっちゃ速くなってるわ。ってことはだいぶ強くなってんだ、俺の知らないところで。だからガールの溶かすのがね、今までよりもだいぶ強い。ちょっと前に衝撃も速くなってんで、衝撃？攻撃速度か。で、さらに衝撃も速いんで、速い。出してから多分、倒すまでがだいぶ速い。さあ、タルババだと、まあ、エレジェイね。ああ。30し、ガイリポンぐらいもある。うっ、トルネだ。ん？いや、こういうのにアウトロー強そうだけどな。多分ライドラランバーイリババ。ライドラ来る。来た！これ、アウトローの活躍の場。まあ、一旦でもプリンで普通に金撃刀だな。普通にね。まあ、トレネをしてくると。来てこない。はい。おいしい。銀撃刀できたんで、こっからの防衛はだいぶ楽になる。さあ、でもゴレか。形組まれたらでもむずいっすよね。さあ、垂れ流して。絶対陸きついサイクルあるからな。見逃さない。で、まあ、バレルは飛ばせばいいんですけど、むやみに飛ばしても金起動されるだけなんで。これはね、プリンスのせいで感電してんの。おカツン。うん、微妙。いや、このダメージちょっと怪しいっすね。もっといっときたい。いや、対応してくれてんのありがてえな。端前吹きはって結構強かったイメージあるんで。さあ、使う。無理はしない。トレネ使ったっすね。相手もなんか、出しにくそうっすね、ユニット。ああ、ここでイリポン来んのか。ああ、でもこれ歩いていっちゃうと余裕で感電食らうな。ああ。まあでも、今までよりちょっと食らいにくいぐらいの感覚か。うわあ、いいトルネカーだ。これなんか一生このサイクルにいたいな。これ展開されたら終わりそう。逆に相手は展開したいだろう。さあ、こういうのいいの。
は全部相手にね。いやでも無限だこれ、一生俺のターンだ本気で。こういうの向けやすくなったな。あーこれめっちゃいい。さっきは神エムメしていく2発、うん、呪文がねえのかねこれやばすぎ、相手一個も攻めてこんやん、攻めれないんだよ、ね、かわいそうに。この揺さぶりもいいね、両サイ。ケイがちょっと入る、これ感電きれいにしちゃうか。あーでもライドラで全然感電するわ。危ね、なんかやっちまってた俺、怖え、マジ危ね危ね。あとあれ、あタルカ、タルさんでかい。ゴブリンバレルね、右左タルファバイテね、横にずらすとね今みたいなはみ出しがあります。さあエリポンゴレちょっと怖かったっすけども、いいね、無敗でしばけてる。あライドラ全然感電するわ、やっぱガールも歩いちゃうかな。うん、そんな都合よくはなかったね。まあ自陣とかで受けられるとまた変わるか。さあナンバー2、一旦ギャングでね、いくい、これやばい、ね、マジでやばい、そんなことある。でもこれはずっと使わしたい。お、どっちに使うか悩んでる。いやー痛い、ダメージ入ったっすね。しかもアリ中だ、しばかないといけない。いやーいいっすけ、一発参らない。さあ普通に守んないと勝てないっすね。俺はいかに守れるかが重要にはなってきそうなんで、まあ、基本プリンスで一発で抑えるようにしたい。でここで攻めてギャングで守りたい。うん、いやでも意外と相手も苦しいな。いやー橋前逮捕出したそうな顔してるけど、一応読んでみるか。うん、分かりやすいねあんた。あライトニングなんだ、いい情報ですね。ファイボだとねアウトロー無能ですけど、さあ今回の相手ライトニング、素敵な情報ありがとう。いや相手のライト結構腐るぞ。いやーちょっと遅えな出すの。いやだもんプリンス刺さんないし、ね、この槍がでもちょっと入るんだろうな遠いって。まあでもこういうことっすよね、ファイヘボじゃないからな。変わるか、いやーしっかりケアする。まあライト削りがね意外と嫌になってくる。うまい、ああそれうまい。痛い、頼む。
たまたま飛来神。ああ26ライトか。いやこれはなんかワンチャン勝てそうだ。さあ大砲、そんなことある。大砲好きにしばかれたと思ったら小屋小屋のほやほや剣詰めしきたわ。しかもお互いグラチャリでやってんのがマジでおもろい。いやだるこやこえや。しかもマジめんどくさいっすね。嫌いになると、うわやりゴム入れてる。こやこやに飛ぶな。さあ強い吹き矢は、あマジでこやこやだ。いやマジであれケンツのマザネク。ケンツのマザネク2分ケンツか1人やん。全然悪い意味じゃねえ、うん、大人の余裕がねマザニクにまで出てる。いやでもこやこやか、なんか序盤、あーいいホバだその位置は。これポイでポイで溺れる前にやってくれ。いやでもこれ俺のこの高回転きちいと気づいた。こっちに樽を使わせつつの、あーめちゃくちゃいいそれ。いやでも入っていく。ありがとう覚えたばっかやんずっと。頼む。いやいてーやべ、マジこやつえ。てかオーブンあれだ、あの出てくるのが早くなったんだ。めっちゃ早いわその感覚がね。やばちょオーブンガチでえぐい。やりゴムかなんかで対応するべきだったか。オーブンめっちゃ強いぞ。え、もしかしたら、ケンツムシ君、ウッド持ってない？気づいたかもしんない。ゴブ小屋は正直そんなね、痛くないね、今んとこ。あ、やっぱウッド持ってないんで、これはね、いい情報入りましたよ、皆さん。あ、だ、マジだるい。本気でだるい。本気でだるいな。ミラー小屋小屋ね。で、強化されたから、やりゴブリンまで出てる。あ、でもこれ。いろいろきついぞ。よしよし。いやでも俺もこれね目が1個じゃ足り、なんか隠してそうだなメイン。いやさすがにでも相性はいい、相性はいいからここでもうしばくみて。あーうまっ。やば、いやでもこれはウッドがないぞ。いやマジでネチネチデッキ使ってんなケンツ。ケンツ虫に勝てます、環境デッキです。いやマジでおもろすぎるやろ。坂のケンツとマッチングしたな。いや久しぶりに、しかもグラチャレで12勝目でマッチングっていうのがねまた面白いですね。はい、というわけでこちらのアプリコカツね、皆さんもぜひやってみてください。大塚ちゃんでした。ヘイヨー。